皆さんこんにちは、柳井ゆめのです。ついに私もモーニングルーティーンを取りました。この日は本当に寝て起きて、ね、そのままなんですよ。髪の毛とか顔もまんまだし、今の声もね、ちゃんと寝起きです。寝て起きての声なのでちょっと眠そうなのかもしれないですが、すいません。ということでスタートします。はい、起きたらまずね、これは皆さん一緒ですよね。顔を洗います。いつもね、お家のタオルの柔軟剤、いい匂いだなって思いながら一日がスタートするんですよ。柔軟剤の匂いが大好きで、私そう、お家の匂いがね、すごい好きなんですよね。はい、もうちゃんと寝起き。はい、歯磨きもしていきます。そしてここフリーズしてるんですけど、なんで髪の毛ほどいたんだろうっていう間です。これよくやるんですよね、こういう何やってんだろうみたいな間がね、ちょいちょいあるんですよね、私。はい、そしたらスキンケア、顔洗ってなるべくすぐ化粧水と乳液とクリームと、まあ場合によっては日焼け止めと塗っていきます。今日は天気はどうかななんてね。見ていきますよ。これちゃんともう手に取ってちょんちょんしてますけど、いつも直なんですよ、私。乳液とか塗るとき、もう顔にもうね、ポトッて落としてね、塗っちゃいます。いつも。はい、軽くマッサージをして、髪の毛パサパサだな、潤いがないわ。はい、そしてよいしょ。はい、私毎朝ね、ウォーキングに行くようにしていて、起きてすぐまずね、体内に何も入れずに、入れる前に歩きに行きます。軽く。はい、いってらっしゃい。うん、いいよそういうの。はい、どうぞ。はい、でね、時間はだいたい30分ぐらい歩いていきます。もう音楽聴きながらね。お気に入りのヘッドホンして、タイツもね、脂肪燃焼してくれるタイツなので、はい、お帰りなさい。それを履いて歩いてきまして、まあここでお出かけする日はメイクっていう感じですね。お出かけしない日はまあお化粧はしないので、そのまんまお家でゴロゴロするんですけど、はい、メイクスタートです。まあ今回はメイク動画ではないので、詳しくね、メイク用品とかは紹介はしないでいきますね。はい、これお家にあった適当な下地みたいな感じのやつです。塗っていきます。で、眉毛もやって、そういえばメイク動画撮ってないですね、最近の。どうだろう、皆さん見たいのかな、メイク動画。全然あんまり参考になることはないんですけど。はい、アイシャドウ塗っていきます。最近ね、アイシャドウ秋っぽい色を、秋のアイシャドウってめちゃめちゃ可愛くないですか。色がね、なんかすごい可愛くて、オレンジっぽい感じだったり、ブラウンっぽい感じだったり、ラメも、あ、やばい、お腹鳴っちゃった。で、この時すごい光が
見づらくてね、ちょいちょい窓の方見てます。自然光で見ないと分かんないじゃないですか。だから光っていう感じで窓の方見てメイクしてます。マスカラ下地塗って、目元はね結構いつもこだわっているので。最近すごいマスカラ下地に出会って、もうキープ力がすごいんですよ。もうあのね、カールも落ちないし、もう泣いても濡れても落ちない、すごい下地に出会いました。まあそれは後ほどということで、はい、ラインを書いて、髪の毛スイッチ入れていきます。はい、そしてハイライト、最近ちゃんとこだわっているハイライト、あの鼻のこの筋のとこ、私なんか鼻がね、ちょっとなんかのぺってしてるというか、ペチャってしてるというか、そんな感じなので、鼻筋にこうハイライトを入れることでちょっとツヨっともするし、鼻が高く見えるので入れております。で、最近はマスクするからリップもいいやってなってたんですけど、やっぱりなんかリップ塗ると完成したっていう気持ちになるんですよ。よし、 OK みたいなね。だから気分的にティントとかティッシュオフとかすれば、重ね塗りしてとかすると結構ね落ちにくいし、マスクにもつきにくいので、そういう風にしてます。で、ヘアオイル、パサパサなんでね、潤いをちょっと、潤いとツヤをちょっと足させていただいて、でね、これこうやってね巻いたりとかなんかやってるような感じになってるんですけど、これほぼやってません。これもう、あ、いいやと思って、もう寝起きの髪の毛そのまんまです。癖を生かしてということでねつけたはいいけど、ほぼ何もやってません。はい、で着替えましたと。そしてお気に入りのブーツ、最近買ったやつで、お出かけします。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あ、ちょっとずれちゃったはい、バイバイしたはいいけど、ブーツ履くの時間かかりすぎてちょっとカットされてますね。はい、いってらっしゃい。はい。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。